え、大物 YouTuber と同棲していた女性、うん、と通話ということで。もしもしあ、もしもしはじめまして。はいはい、はじめまして。大物 YouTuber と同棲していたということでね。じゃあちょっと話の方をお願いします。<laughs> 1年半前まで同棲してたんですよ、その人と。約 2年半同棲とか同棲を繰り返してたんですけど、うんうん、最後同棲してた家が私の名義の家で私が急遽実家に帰ることになったので,で1ヶ月後に退去という話になったんですけど退去日が決まってから彼に行ったので彼はお金なくて。 友達に30万円ほど借金をして新しい家を借りてたんですね、はい、お金もないのでいらなくなる家具とか家電とかは全部彼にあげたんですよ彼の仕事上 w i f i 必要じゃないですか YouTuber はい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 私が契約してた w i f i を貸したんですよザコ w i f i なんですけど <雑魚 S 1> ソフトバンクエア、うん、住所変更したらその住所で使えるようなやつなんですね相手が勝手に変更することはできるってことはできないです私が自分の ソフトバンクの、あの、マイソフトバンクから住所変更すると、Wi-Fi が彼の家でもある。ああ、そういうことね。はい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 。急な退去だったので、申し訳なさもあって、うん、毎月のお金は私が払うけど使っていいよって言ってたんですよ。毎月5800円ぐらいなんですけど、住所変更しないといけないから、住所教えてほしいって。 たたりとかしてたんですけど12、うん、回ぐらい住所送ってもらった記憶があるんですけど私携帯壊れたりとか変えたりとかしてトークが消えちゃって住所変更できてなかったのであっちでは使えない状況がずっと続いてたと思うんですけど今更なんですけど実家の w i f i が私の部屋まで届かなくてゲームができないので w i f i を返してほしくて彼に DM したんですよつまり早い話が貸した w i f i を返してほしいって話だよねそそそそうううででですすす今も支払ってるのそれは 払ってますってことはじゃあその YouTuber は今も無料で w i f i 使ているってこといや住所変更してないんで w i f i 使えないんですけどその w i f i 本体を返してほしいって DM したらないって言われて借りてるんだもんね本体自身もそういうの購入してるのいやさ購入してます分割で購入してるんだこれじゃあまた買い直さなきゃいけないってことかこのまま契約続けたいってことならもう一回買ってもらわなきゃいけないっていくらなのそれ多分8万しないいいぐらいだと思いますお結構高いで wifi 送ってほしい。携帯見つかったらそれも僕探してみる。10月31日に。あー、はいはいはい、はい。で、wifi 渡してください。wifi 見つからない。なかったらどうなる <laughs> <laughs> 死刑だね。<laughs> 死刑だよ。 ちょっと待って、Wi-Fi、こんなでかいのこんなにはでかくない。これ空気清浄機の大きさだけど。延期法じゃないですか、多分。えー、なかったらどうなるえー、全額支払いとかじゃないかなえー、持ってないえー、これだよって、えー。これなんかちょっとでかく見えるんだけど。死ぬほどなんかでけえけど、<laughs> この Wi-Fi。はい、これだよ。で、見つからなかったらどうするのって。なかったらいくらなんだ、はあ。お前なんかお金払おうとしてるやん、でもこれ。で、この後のやりとりが。なかったらいくらなの本体自体は10万いかないぐらいだからそれくらいじゃない。相手の YouTuber。 本当に返してもらったここまでちゃんと探してくださいないよー <laughs> 甘やかしすぎたねこれは<う>完全になめてるよ<対>こいつ <laughs> 共通の友達とかもいるんですけど多分相談しても私が折れるしかないよって言われるなと思って相談しましたなるほどねこうも だだねこれチンカスだこれれ本人呼ぶってなるとさやっぱ名前出さないと無理だと思うしちなみにこれこの後どうなったの内容ーっつって友達に相談してえこうやって返信来たんだけどどうしようみたいな、うん、事例が警察に行くとか弁護士に行くはたみたいなんで、うん、警察あんま信用してなくて動いてくれないかなみたいなまあ多分動いてくれないねこの話あったらね、うん、もうこれこれさんしかないかな」って言ってじゃあ一回競馬にかけてみて出なかったらこれこれさんに相談しよう ってことになって、うん、競馬にかけた時に出なかったので <laughs> この人今 YouTube やってんだよねやってます一回会ったことあるなこれこの人事務所で会ったことあるわなんかいたんだよ Wi-Fi なくすのどういうことなんだろうねあんなでけえの絶対捨てただろ使えねえしいらねえつって待ってこの YouTuber 今日動画上げてるじゃん今日動画上げてるか100いるねメンバーは16分前にストーリー上げてますねわおわおわおじゃいるね <laughs> うん 今僕もね、DM 送ってるんですけど、全く反応がないんで、これもう名前出してやるしかないかもしれませんね。ちょっと名前出したくないということだったんですけど、売名になるからっていう。はい、ということでね、レイターズのカメムシさんということで、今は AC ズ亀虫さんということで,とことでね。え <laughs> 情報によると、カメムシさん今日、オンラインポーカーで400万当てたらしいです。じゃ、めっちゃお金あるやん。ほんとだ。借金200万円のニート400万円超え。てか、オンラインカジノって違反違法じゃないのグレーゾーンとは聞いたことがある。いや、でもこの間、つい3日前ぐらいに、警察がなんか違法ですよって言ってたけど、大丈夫なのこれ。えー 待って、これ、ソフトバンクエア、なんかメルカリで大量に販売されてるけど、神吉さんもしかし売ったんじゃないのお金ないときに。ねでもお金ないときゲームやってましたね。た <laughs> え、どうですかで、そっち、あの、なんか、二人に連絡したって話でしたけど。既読になってないですね。ちなみに誰に連絡したのしょうちゃん。赤髪の人 <laughs> 赤髪のうちゃん。誰だ知らないけど。<laughs> これこれさんの配信に出てました。なんか逆ギレしてた人。誰だ <laughs> 知らないな。逆ギレしている人いっぱいいるからね、俺の配信。<laughs> ガチで誰かかわらんあ今あ、翔ち,ちゃん、いつ、ショータイム今、はい、気づいて、配信見てますって。翔ちゃんが配信見てても何もならんから、カメムシ呼んでくれないって。おい、カメムシ <laughs> <laughs> カメムシって言うだけで、なんか、ひぼ中傷してる感じになっちゃうな。<laughs> おい、カメムシ野郎。早くしろよ、人が待ってんのやから。 1>, 1回だけ会ったことあるのカメムシでその何の話したかっていうとなんか面白い企画を提案しますみたいなんでカメムシから送ってもらったの企画で全部ボツだった,だった全部過激すぎてあとつまんなそうすぎてなんだこの役立たずはって思ってそれいらあってないどうですか翔ちゃんはどうなったのカメムシ連絡つかないってきましたはあカメムシ連絡つかないそうです 君が Wi-Fi をね、返さないから、時間かかるけど建て替えるわ、ぐらい言えないから、こうなっちゃうんだよ。まあでも返してもらわないとね、さすがに。貸したものだから。今お金あるみたいだから、7万か8万ぐらい返してもらいなよ。 そうですね、あと友達に借りてた25万も返してほしいって友達から連絡来て初期費用の時に30万借りた人があと25万ぐらい残ってるんだけどそれもなんか返してほしいって <laughs> なんか私の方に返今連絡が来,たの来ててってことはじゃあカメムシ君33万かなじゃあカメムシ自体もいついつまでに返すみたいなことを言ってたけどもうん、それも今年の3月とかだったと思うので <laughs> いやもう半年経ってるからね <laughs> 半年たって人、返す気ゼロだから、絶対。わかりました。じゃあ、それ、また連絡来るかもしれないし、まあ、そっちに行くかもしれないんで。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。あ、もしもしはい。あ、え、カメムシと連絡取れる <laughs> はい。え、取れるのカメムシと。あ、何も n e 持っああ、ほんとに、今ちょっと連絡してみてよ。カメムシの家行ける今。 カメムシのニーニーよ <laughs> いやまあ、<が>とも友達あ、今から遊ぼうよとか言って。あ、俺があ,あ、そうです、そうです。え何しますとりあえず Wi-Fi を返してほしいんですよ。何が返してほしいんですかカメムシさんの元彼女が Wi-Fi パクられたんだって。<い>だからちょっと代わりに言ってやってほしいんだよ。おぉ、任せとけよ、俺に。おぉ、おびっくりした。うん、いいですか<ー>じゃあ今任せとけよって言ったんで、じゃあ今日中にオッケーですか今日中ってか、1時間以内でえ。え、え、え、え,え,え アイスにやってこいってことですかねはいアイスにやってこいってことですか金主さんにまあそれは任せるんですけどじゃあ1時間以内に行けますか連絡取れればって感じです電話<ー>してみちょっとお願いします、うん、それあ、はい、任、ま、せないでおかれますあ、了解です、ありがとうございます、はい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 、失礼します <laughs> やばい、取り立て屋が生まれた <laughs> 大丈夫でもこの人。伝わるかな、ちゃんと。今日中だとあと15分。いやー、まあ、なんとかしてくれょう、金だったら俺に任せとけって言ってたんで。いや、これででもちゃんと帰ってきたら、それはそれでいいよね。えー、すみません。なんと、早いですね、仕事が。金粉パーリーさんから来ました。来たカメムシ。あ、もしもし。はい。あ、来ました、カメムシさん。どうも。あ、カメじゃないですね。あ<ー>は金粉パーリーさんこれ誰ですか、これ。こちらの方はですね、カメムシさんのお友達です。 んカメムシの友達呼んでどうすんの,あのカメムシさんは何も来ませんでしたさ、電話も出てくれませんでしたじゃ意味ねえじゃん。え、だからそのあー、カメムシさんの友達さん、はじめまして。どうせ、はじめまして、僕何も聞いてないんですけど、俺も分かんない。<笑><笑>何も聞いてない人を呼んだの俺、これコさんの配信見てなかったので状況分かってないんですよね。は言っただろう、だから w i f i だから元カノが、その話はしたのはい。 あでもなんか若干聞きました。なんか聞いた感じだとなんか Wi-Fi 帰ってこないっていう話で、カメムシが本当探してないんじゃないかなってぐらい。いや、カメムシさんはなんか探した結果見つからなかったみたいな。なんでヘッドスパやってる今。うん、キーフンパイさん、なんで今ヘッドスパやってるちゃんと揉めよう。うーん、まあいいや、まあこいつも無視で。あのー、カメムシさんの家とかって知ってますか 分かかるるちゃですね今なんか連絡取れないんで、まあ、できれば早急にですね、うん、w i f i がまあなくなったんであれば w i f i 代金を返してほしいって言って今33万円返してほしいみたいなんですよわ結構いってるっすねうわ、はいまあ、一応亀梨さんからも今年の3月には返済するっていう LINE のやり取りもあるみたいでま何で ですけど結局今返してもらっていないっていう状況みたいなうるせえなまネ何 <laughs> お前喋るんだ <laughs> お前行けなおれ <laughs> <laughs> はい っていう状況なんですよカメムシの友達さんちょっと何とか連絡取れませんがね今えでも一回ね今 LINE しといたよああ見んのかな俺見ないないんやんね LINE しといたんでもし何かあったらいやでもなんか LINE 返ってこないみたいなんですよみんなが LINE してもそうですグループの画面にこういうのあるよどうなんって聞いたんでじゃあ連絡来たらじゃあお願いしますね了解です